はい、どうも、こんにちは。沖縄おばばでございます。はい、こんなところにね、丸くなってますね。はい、ね、見てたがね。はい、パナタはこっちにいますよ。はい。えー、皆さんどうも、こんにちは。沖縄おばばでございます。はい、なんかまた飛んでますね。えー、なんというか、バイバイデンチームズが、これはと思うことをやり始めました。はい、えー、新規のアメちゃんがですね、 新規の液化け天然ガスの輸出を許可しないことにしました。新規の。はい。従来の、あのー、液化け天然ガスの量だけにしますよということです。表向きはね、えー、これ、環境に配慮するっていうことなんですけど、皆さんよく考えてください。今の時期ですよ。今の時期。 つまりね、えー、ヨーのロッパーさんはね、液かけ天然スガスをね、えー、もうね、えー、和水さんから買えなくなっちゃってるんですよ。で、えー、アメちゃんからね、お礼のところでね、いい値段で売ってやるからって言ってね、ちょっと高い値段でね、買ったりとか、あとノルウェーですね、ノルウェーからの輸入を増やしたりとか、いろいろしてるわけなんですね。で、これから何が起こるのか。 はい、わかりますよね。エネルギーが来なくなる事態になるんですよ。中東から。はい、そこへ来て、新たなね、あ、は、め、い、ちゃんが、新たな液化天然ガスの輸出をもう許可しませんよと言いました。どういうことか分かりますよね。はい、えー、いわゆるうもう量が決まっちゃったんですよ。 輸出できる量が。ということは奪い合いになりますね。奪い合い。はい、奪い合いになるとどうなるか。はい値段がつり上がります。値段がつり上がります。まあ台湾なんかはね別でしょうけど、はい、C から輸入してるんでね C から。はい ええー、まあでも日本はね、ええー、まあ多分 C からは輸入できないでしょうね。目が光ってるんでね、どっかの誰かさんのね。ええー、わかりますよね、言いたいこと。ここに来てやってきましたよ、アメちゃん。アメちゃんがやったこと。新たな液化天然ガスのね、輸出を禁止しました。はい。 なので、量をプラスしたりとかすることができなくなったんですよー。大変なことになりますよ、これ。はい。はーあ、ですね。えー、やってきましたね。これで多分、液化天然ガスのね、値段はどん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 釣り上がっていきますよ。 はい。どんどん釣り上がるんです。で、C でもね、結構たくさんの液化天然ガスをね、生産してるんですけど、こっからは買えないでしょうね。今の政権じゃ。お分かりになりますよね。言ってる意味ね。はい。まあ、大変、まあ、爆上がりしますね。お風呂一週間に行って、 いっぺん入れるかどうかになるんじゃないんでしょうかねはいまあでもねそんなことしなくてもねあのー、お湯をねバケツにい杯ぐらい沸かせばねえー、そのバケツいっぱいのお湯でね全身洗うことができるんですよはい節約すればねはいまあそういうことでございますので私はね、えー、ホルムズ海峡が封鎖されたという合図 これがあったら、私の髪を切ろうと思っております。はい、えー、無駄ですからね、水の。はい。水資源のね、シャンプーとかね、するのにね。まあ、リンスとかは使いませんけど、リンスとかコンディショニングもね、まあ、石鹸で洗ってますのでね。はい。<laughs> まあ、そういうことでございます。 はい。これ大変なことになってきますよ。どん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 価格が上がりますね。えー、まあ、節約するに越したことありませんね。はい。そして、備蓄はきちんとしましょうね。備蓄とかもしてないと。 まあ、工場のね、おこす、なんていうのかな、使う電気料金も、えー、爆上がりすることになるので、すべてのものがね、えー、値上がりするということになります。はい。えー、なんでね、今のうちに備蓄しとかないと、ああ、どうしよう、今月、今月買えない、なんにもってことになります。はい。備蓄があれば、ああ、よかった。 ちょっとね、光熱費使えるよ、これで。備蓄品食べればいいよっていうことになるからですよ。はい。お分かりになりますよね。何にしても備蓄は必要です。災害の時も備蓄は必要。そして、えー、このようにね、えー、値上がり、はい、爆上がりですね。えっと 強烈なインフレーションがね、やってくる時も、備蓄があればね、えー、買いに行ってね、これやめよう、あれやめようって悩まなくて済むんですよ。はい。そういうことでございます。お分かりになりますよね、えー。大変なことを、まあ、アメちゃんは決定してくれたもんです。新たな天然ガスの 輸出を禁止です。量はもう決まってしまいました。輸出できるね。はい。まあ、国内で使う量は別なんでね、アメちゃん自身は困らないとは思いますけど、えー、輸出するね、アメちゃんから輸出する量は新たに、えー、ありませんよということで、新たにはね。なので、えー、増やしませんということなんでね、えー、まあ、まあ、本当にね、 えー、頑張らないとダメになりますね。はい。えー、まあ、その前にね、ホルムズ海峡の封鎖が来てね、泣きを見ることになりますけど、一回ね。はい。えー、まあ、とりあえずね、えー、備蓄。はい、これでございます。えー、水もね、備蓄しておいてください。もうね、水もないとね、あのー、電気なんかが止まりたりするんで、はい。 まあ,あ、電気がね、えーまあ、計画停電になると思うんですよ。おなので、停電する時間帯に水がつ使えるようにね、バスタブなんかに水を張っておきましょうね。はい。そうすればお水使えるんでね。はい。えー、まあ、これをね、えー、バスタブに張ったお水をね、まあ、あのー、そのままね、えー、ジャブーンって使っちゃいけませんよ。 はい。じゃブーンってお風呂に使っちゃいけないんです。はい。えー、おあのー、体を洗うのはバケツいっぱいの水でね、えー、全身を洗うようにして、で、このおバスタブに貼ったお水はね、えー、ちょっとあの浄水器とか使ってきれいにしてね、お料理に使ったりとか、まあそういうことに使うようにしましょうね。はい。 そういうことでございます。まあ、いろいろとね、えー、いろいろともう仕込みが進んできました。仕込みがね、わかりますよね。はい、仕込みが進んできたんですよ。あとは仕上げにかかるだけという感じです。アメちゃん。そういう感じになってきましたね。はい、えー、取り合いになるのこれ間違いなし。そして、ぬっぽんは買い負けするの間違いなしですね。 ええー、まあ、どうしようもなくなりました。はい。ええー、まあ、そういうことでございます。こちらの記事もね、概要欄の方に、ぺったんこーって貼っておきますので、皆さん見に行ってください。それにしてもね、ろくなことをしませんよね。はい。そういうことでございます。それではまた、ごきげんよう。沖縄おままでございました。見てください、このお顔。あにゃーん。あにゃんこ。 ね可かわいいでね、ちょねえ。はい、みけたんも。みけた、相変わらず突っ込んだまんまですね。はい。